市場の風を読むソーツオンザマーケットへようこそ。このポッドキャストでは最近の金融市場動向に関するモルガンスタンレーの考察をお届けします。今回はモルガンスタンレーのコーポレートクレジットリサーチ責任者であるアンドリュー・シーツが景気の波の中を舵取りする中央銀行についてお話しします。このエピソードは7月3日水曜日にロンドンにて収録されたものです。英語でお聞きになりたい方は概要欄に記載している URL をクリックしてください。Central banks are among the most powerful actors in financial markets, and investors everywhere hang on their every word and potential next move. If possible, 中央銀行は金融市場の中で最も影響力のある機関の一つであり、世界中の投資家が中央銀行の発する言葉と次の動きに注目しています。もしそうであるなら、近年は特にそうだったように思います。中央銀行はコロナ禍の最中にまず債券市場に積極的に介入し、その後、過去40年で最速のペースで利上げを実施したためです。さらに言えば、これをもう一歩進めることもできます。投資家の多くは、中央銀行が市場で最も影響力の高い機関だと言うでしょう。その他は全て二の次だと。しかし、この市場と経済に対する FRB の支配力という見方には、注意すべき点があります。FRB は、持てる力の全てを尽くしても、1990年の景気後退を回避できませんでした。 IT バブルの崩壊や2001年の景気後退も回避できませんでした。2007年から2009年にかけての世界金融危機と大不況も回避できませんでした。過去35年間の信用損失の大部分はこれらの時期に発生しています。つまり中央銀行が持てる力の全てを尽くしても、このような景気後退やそれに伴う信用のデフォルトサイクルは繰り返し発生しています。The reasons for this are varied and debatable. But a central issue is that the economy is a bit like a soup plate. そのような理由は多岐にわたり、議論の余地があります。ただ重要な点は、経済はいわば巨大タンカーのようなもので、迅速な方向転換が難しいことにあります。事前に十分な調整が必要で、さらには危険の兆候がはっきりと見えるかなり前に舵を切る必要がある場合が多いのです。FRB は現在も景気のブレーキを踏み続けています。政策金利は FRB が景気を吹かしも冷やしもしないと考える、いわゆる中立金利を大幅に上回っています。いわばブレーキペダルに足を乗せたままにしている理由は、今年に入ってインフレ率がまだ予想を上回っているからです。しかし、インフレはここ2ヶ月間で急速に鈍化しています。弊社エコノミストの予想では、この傾向は、今年下期に加速する見通しで、最終的に FRB は9月と11月と12月に利下げを実施すると思われます。Still high rates and cooling inflation isn't a problem when the economic data is strong. 経済指標が強いうちは、高い金利とインフレの鈍化が問題になることはありません。ただ、経済指標はこのところ軟化しています。指標の軟化が続けば、債券投資家は中央銀行がすでに過去のデータである高いインフレ率を過度に重視し、この先景気が鈍化する可能性を軽視していることを懸念すると思われます。経済という船の舵を切るには遅すぎるかもしれないという心配が再来するでしょう。強調しておきますが、このようなシナリオになる可能性は今のところは低いでしょう。ただ中央銀行の反応の遅さはこれまで幾度も繰り返されたようにクレジットの最大の弱点です。夏に向けて経済指標が持ちこたえることがますます重要になります。最後までお聞きいただきありがとうございました。今回も市場の風を読む Thoughts on the Market お楽しみいただけたでしょうか。もしよろしければこの番組についてご友人や同僚の皆さんにもシェアいただけますと幸いです。ご視聴された内容は情報提供の目的で作成されたものであり、作成時点で入手可能な情報に基づいています。投資や勧誘、税務や法的な助言を意図するものではありません。視聴者個人の財務状況や投資目標を考慮しておらず、皆様の財務状況に適していない場合があることもご了承ください。